さあ、本日は2020年2月の5日ですね。今時間は午後の4時ぐらいです。いつもはですね、中国人観光客でごった返しているアップルストアですけども、やはり新型コロナウイルス感染拡大で、今観光客激減ということで、アップルストアがなんと閑散としてますね。ここまで閑散としているアップルストア銀座はなかなかないですね。ただね、いつもお客様の、そうですね、半数以上、7割から8割ぐらいは中国人観光客の方が占めていたので、もうその分がね、ちょうど減ってしまったかなというところですね。本当に観光通りですね。いつもはね、もうこう、なんていうんですかね、進むスペースがないぐらいベリベリクラウディってなんですけども、今日はもうスカスカですね。いやー、どこまでね影響するか、やはり iPhone とか Mac とか iPad の生産にも影響が出始めるんじゃないかというところで、例えば Mac のカスタマイズモデルなども、かなり納期がですね、1ヶ月ぐらいとかになっちゃうというところで、やっぱりショップの店員さんに聞くと、カスタマイズ自体を中国の工場で行っているので、その新型コロナウイルスの影響があるんじゃないかというふうにショップのクルーの方はおっしゃってましたね。銀座もこんな感じで、いつもはね、なかなか前に進むスペースがない、すごい混雑してるんですけれども、すごく閑散としてるというか、いつもの半分以下ですよね、通りの人数も。中国人の方も、いないことはないんですけども、もうかなり激減ですね。いやー、これからね、やはり感染がさらに拡大する恐れ面を秘めてますので、アップルのサプライチェーンにもそろそろね、打撃が加わってくると、納期も伸びて、新型のね、 iPhone SE2、 iPhone9 のローンチにも影響を与えるんじゃないかなと思ってます。以上ですね、アップルストア銀座店からお送りしました。 See you again!